聞クアの実践、今すぐ幸せになれる方法、小林正官。人には第二の誕生日が訪れる。人には大きな祭日が三つあると言います。誕生日、命日、そして第二誕生日です。誕生日は肉体がこの世に出た日のことで、命日は肉体が死んだ日のことですから、 この二つに関しては説明はいらないでしょう。お釈迦様の誕生日はよく知られている旧暦4月8日花の祭りとして知られ花見堂花で飾った小さなお堂花祭りの時釈迦の誕生像を設置する内の釈迦誕生像に甘茶をかけて祝う 茶の日でもあります。仏教の世界では、寒仏へ、寒は注ぐ、水をかけるという意味、あるいは誕生へと呼ぶようです。お釈迦様の命日は旧暦の2月15日、新暦に置き換えて3月15日に行われる場合も多いのですが、 仏教界では、ネハンへと呼び、通常は非公開のネハン像やネハン図が一般に公開されたりします。ネハンとは、ニルパンニャというサンスクリット語、梵語を漢語訳したもので、すべての欲や迷い、執着から離れた究極の悟りの境地のこと。花祭りや 涅槃んは比較的知られていると思いますが、三つ目の悟り日、第二誕生日についてはあまり知られていないのではないでしょうか。お釈迦様は35歳の12月8日に悟ったそうです。この悟り日が第二誕生日、肉体の誕生日とは別の魂の誕生日です。 仏教界では、お釈迦様のこの悟り日、第二誕生日のことを、浄土へと呼びます。道がなるとは、随分素敵な言葉ですが、自分の進むべき道が見えた、天命使命が分かったということでしょうか。私たちは、生まれる時も死ぬ時も、目をつぶっています。目を開けて、 しっかり自分で捉えることができる。自分で意識して迎えることができるのは、三歳日の中で、はただ一つ、第二誕生日だけです。どうやら、私たち人間には、肉体の誕生日とは別に、魂の誕生日も用意され、根性で二度の誕生を味わえるようです。しかも、 二度目の誕生日は自分ではっきりと把握できる。目を見開いて迎えることができるのですから、こんなに嬉しいことはありません。そういう意味で私たちにとっては第二誕生日が三歳日の中で最も重要な日になります。お釈迦様の悟りは、したいという言葉に集約されます。 躯体、実体、滅体、胴体の死体。人生は悟らない限りは苦悩に満ちているというのが躯体。その苦悩はすべて執着する心から生じているというのが実体。執着する心を滅すれば苦悩はなくなるというのが滅体。その考えを 毎日実践し、すべての苦悩から解き放たれる人生を歩むことが胴体です。この学校に入りたいとか、病気になりたくない、追いたくない、長生きしたい、あの人に負けたくない、会社の売り上げを伸ばしたい、あの人に好かれたい、などというこだわりやとらわれ、執着こそが 苦悩の本質であるらしいそうありたいそうなってほしいと望むことは良いのですがそうでなきゃ嫌だ絶対にそうするんだと執着した時から苦悩が始まるようです。そうならななならくても良いいいけれどなるといいなでもそうならなくてもいいけれどねと執着しないことが 多分悟りにつながるのだと思います。お釈迦様ほど哲学的に悟ることはできなくとも、もう少し簡略に悟る方法があるそうです。それは私たちの人生は実は自分自身がストーリーを書いたらしいと思い定めること、無理にそう思いなさいというのではありませんが、 いろいろな研究をしてきた結果、どうも宇宙構造がそうなっているらしいと思うようになりました。悟りという文字は心と語という文字から成り立っています。語は明らかという意味です。立心弁はもともと心という文字ですから、悟りという文字は心が明らかになること、 というののが本来の意味です悟りを辞書で引いてみたら心が明らかになることとあったのはある種のショックでした成人になること頂点に上り詰めることや極めること全てが分かることというような意味ではありませんでしたカモメのジョノさんを書いたリチャード・バックは「 イリュージョンという作品の中で救世主にこんなことを言わせています。人は自由になろうと思った瞬間にもう自由なんだ。特別な力を持った者から救ってもらわなくとも、こうでなければならないと思っている自分の心を覗いてみたとき、本当はそうでなくても、 いいのではないだろうか、と思う自分がいるかもしれません。それこそが自分の心を明らかにすることでしょう。自分の心の中に執着を好まない自分がいるのに、なぜ執着を続けてしまうのか、なぜ自由でないのか、それは多分以下の5つに縛られているからです。 その五つとは、勝ち、負け、好、不幸、良し、悪し、成功、失敗、敵、味方です。五つの頭文字を取ると、かっこ寄せて、かっこ寄せてとなります。いずれも物事を分ける価値観を表した言葉ですが、世の中の現象は、 実は分けられないのかもしれません。特にこの5つは常に分けるように教育されてきたけれども、実は分けられないのかもしれません。エジソンが初めて電球に明かりを灯すことに成功したとき、こんなことを言っています。いろいろな素材を試し、2万回も失敗したなんて、 考えたこともない電気を通さない物質を2万種類発見しただけだ。エジソンの中には成功失敗という分け方は存在しなかったのです。過去寄せてとは過去過去に起きたこと存在した人物現象を押しやるのではなく引き寄せ大事なものとして 抱きしめることと思ってください。それを愛し、感謝し、受け入れることが悟りでもあるのです。